東洋タイはおよそ30年前の1985年に設立されました。私たちの主なビジネスは石油化学パワー EPC コントラクターと言われるものです。 EPC コントラクターとはエンジニアリング、プロキュアメント、コンストラクションの意味で、このような一貫したサービスを顧客に提供しています。タイにおいては1985年にビジネスを立ち上げました。昨年からは電力セクターへの投資にも参入しました。タイのナワナコーンが最初のプロジェクトとなり、次はミャンマーです。ミャンマーではすでに120メガワット級のガス発電プロジェクトに投資済みですが、現在80メガワット級の発電施設の工事が進められています。現在東洋タイはベトナム、ミャンマー、米国、マレーシアに子会社を持ち、カタールとフィリピンには支社があります。私たちのミッションは国際的なエンジニアリング企業となることです。会社のモットーは技術と達成にある喜びです。私たちは技術者として成功し、目標を達成していくことが重要なのです。収益を安定するために電力やバイオエナジー分野等のエネルギー投資を今後も行いたいと考えています。投資からのリターンや収入の拡大を通じて継続的に投資を行い、会社の財務体質を強化していく予定です。ビジネスポテンシャルの高いミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオスにおいてもビジネスを拡大する予定です。利益の内訳としては 25% の収益がタイでの事業から、 50% はタイ国外から、そして残りの 25% は投資事業からの利益となるのが私たちの考え方です。次にミャンマーでのビジネスに挑戦したいと私は考えます。ミャンマーは人口約6000万人の天然資源を持つ国、大いなる可能性と機会がある国です。一方タイにおいてはインフラ整備がすでに進んでおり、ほぼ完了していると言っても良いでしょう。ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアでのビジネスにおいてはタイの1プラス1のコンセプトを信じています。ことを始めるにあたってこの考え方は有効だと思うのです。将来的にミャンマーはポテンシャルに満ちた国です。現在の初期段階としてはタイを通してミャンマーに投資をすることがベストだと私は考えています。ミャンマー経済成功の鍵はインフラストラクチャーの整備です。その中でも電力は最も重要だと考えます。私たちのビジネスが未来のミャンマー経済をサポートできていると信じています。それはミャンマーにとってのチャレンジでもあります。一歩先のステップとしては、私たちの本業である EPC エンジニアリング、プロキュアメント、コンストラクションのノウハウを活用してミャンマーに工場や石油化学プラントを立ち上げるために、将来的な投資家たちへのサポートをしたいと思っています。それが私のプランです。